からちょっと心を揺さぶりすぎて作ってみようということで、こちらにね、このクルチューバーのね、くるみちゃんのね、あのぬいぐるみがあります。すごいんですよこれ。僕がくるみちゃんの絵を描いて、それが実際リアルにこういう風に出来上がってきた。僕が描いたの 1,2,3,4,5 つのプチプチとかもそのまま忠実に再現されて、めちゃくちゃ可愛いじゃないですかこれ。生地はなんかアドリブだったらしいんですけど、なんかこういういろんな生地使ってくれてるのも嬉しいよね。そのままの色じゃなくてとってもいいよ。これもちょっと眉毛がポイントですよ。すごい気に入ってて、これちょっと家族が増えたんで、レオンのこのぬいぐるみのやつも作ってみようかと思います。だから今からレオンをスケッチします。レオンちゃん行きますか。レオンちゃん、レオンちゃん、レオンはね面白い顔してるんだよね。味のある、書いたことなんか難しいな。草薙さんから見たそのレオンくんのなんかその特徴といいますか、ポイントみたいなのってございますか？顔の真ん中で少しなんか分かれてる白の感じでそこが彼のねチャームポイントなんで、書くの難しそうです。そうで、下がちょっと出てる。めちゃくちゃ可愛い。ここら辺どのように作ってくるかな。かなり あやふやだから、口なのか何なのかよく分かんないこれ。で、ね、ちょっとね目が離れてるんだよね。まあでもまあまあまあこんな感じだと思うよ。うん、でもこんな感じなんだよ。ちょっと目が離れてて微妙な茶色が入ってて、この表現の仕方が難しいんだよな。いや、こういう感じにしとこう。うん、お父さんが黒くて、くるみはねクリームだから、その、まあ、お父さんの血が出ちゃう、強く出ちゃってるから黒く生まれてきたんだけど、くるみの毛もちょっと入ってるんだよ、ところどころね。それがなんかすごい魅力的なの。ちょっとだけ、まあここはディフォルメしすぎてるかもしれないけど、こういう感じ。眉毛もつけとこうかな。くるみも眉毛があるわけじゃないんだけど、なんか絵にした時にはあった方がぽいんだよね。レオンの場合はね、なくていいや。このなんかよくわかんない、これどうやって処理するかわかんないけど、作る時にこのもうやってもらいましょう。上がりをここのタッチとかかなりもう難しいですけどね。ちょっとまだちっちゃいから、尻尾があるのね。そう、こんな感じの雰囲気。本当言うとくるみは尻尾がないんだよね。あのこう中にちょっと埋まっちゃってて、まあここら辺は多分アドリブでやってくれるでしょう。すごいね、色ここだけ多分2本しか爪かからなかったんだろうね。すげえな。あ、でもここはね、ここレオンっぽいんだよね。こう切り返しになってて、
これをアドリブでやってもらいましょう。ここのなんか月のマグマみたいに、月のマグマなんか、マグマ、月のマグマでこうなってんの、なんかここが白くなってんの。それを描こうと思ったんだけどよくわかんなかった。まあいいでしょ。だってもともとはここですごいちっちゃい子が描いた絵とかも再現できる、多分いいと思う。目がこうですよね。いいんじゃない、これでいいよ。くるみちゃんのぬいぐるみはあのベロ出てますけど、レオンくんは大丈夫。あ、レオンもね、これ一応出てるんだよ。ちょっとだけ出てるこれをちゃんとベロ分かるように。草薙さんの中でその実際人形にするときにここをちょっとこだわってほしいな的なところってありますか？ちょいベロにしてほしい。くるみはこんな長くないんだけど、ちょこっとこういう風にしてほしいなっていう。ここになんかちょっと白く入ってるんで、ここのところをポイントにしたい。大きさとかはなんかどれくらいができそうとかありますか？もうこのぐらいで、同じぐらいで、あとはなんかアドリブでやっていただけると。ここもだから入ってるんだもん。くるみのこの微妙なこのタッチすごいよこれ。やりますよね、うん、これでちょっとね言ってほしいですね。これね、ガラここもちょっと背中にもよくわからない、どういう処理をしていくの。このブリンブルのこんなにはないんだけどね。でも、まあ、こんな感じでできました。はい、ちょっとね、なかなか微妙なタッチでね、再現するのは難しいと思うんですけど、ここの、あのお店の方は多分こういうのすごい得意だと思うので、はい、ということでレオンちゃんが来ました。くるみちゃんと、レオンくんの、まあ、お家での様子ってどのような感じといいますか？おもちゃを取り合いしたりとか、あのほんとすくすく育ってます。レオンくんとくるみちゃん両方連れて一緒にお散歩ですか？うん、2人の方が結構一緒に 歩いてくれるので。くるみちゃんはね、そんなに散歩がね得意な方ではないんですけど、レオンと散歩するとなんかね負けじと歩いてくれるので、あの2匹で散歩するといい利点もあるというか、ということで後日楽しみですね。できたら皆さんお見せしたいと思います。じゃあ皆さんどうもありがとう。チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。